トベメンバー総出演の生配信、トベ版、期待外れの視聴者数にファンの声は次回はどこまで数字を伸ばすか ?11 月25日、滝沢秀明氏が率いる芸能事務所、トベが、公式 YouTube チャンネルで生配信を行い、所属タレントが総出演した。この生配信は、トベ版と題され、トーク企画や VTR が盛りだくさんの内容で展開された。しかし、 予想されたほどの視聴者数は達成できず、一部のファンからは期待外れとの声も上がっている。配信の概要、今回の生配信では、元 V6 の三宅健、元キスマイフット2の北山博光、ナンバー、アイ、インプ、メンバーら12人が一堂に会し、メンバー同士が質問し、会うトーク企画や、インプ、メンバーへのロケ VTR が織り混ぜられた。特に7月の生配信では、元キング、 プリンスの平野の仕と神宮寺雄太が合流し、リアルタイム視聴者数が100万人を突破する大成功を収めた。続くインプ、メンバーの合流発表も同時視聴者数45万人台を記録するなど、話題となっていた。期待外れの視聴者数、ところが、今回の、飛べ版では期待されたほどの視聴者数が得られなかった。配信が、歌版を彷彿とさせるタイトルだったことから、 歌やダンスのパフォーマンスが期待されていたが、結局はトークと VTR で終わってしまった。これにより、配信は面白かったけど、歌やダンスも見たかったといった一部のファンからの残念なる声が上がっている。影響要因としての競合番組、一部の報道によれば、地上波では同じく人気番組が放送されており、それがトベの視聴者数に影響を与えた可能性があるとされている。 旧ジャニーズの嵐、相葉雅樹が MC を務める。ああ、みんなの動物園、日本テレビ系や、セクシーゾーンの菊池風磨とスノーマンの向井浩二が出演する。芸能人が本気で考えた。ドッキリグランプリ、フジテレビ系が同時に放送されており、これらの番組に視聴者が分散した可能性が考えられている。ファンの反応、配信後、SNS 上では飛べのファンから様々な反応が見られた。 一部のファンは配信の内容に満足し、トベ版が提供したトークや VTR に大いに楽しんだという声もある。しかし、期待していた音楽やパフォーマンスがなかったことに対してがっかりしたファンも参見され、今後の生配信に対する期待感が高まっている。次回の生配信への期待、次回の生配信は12月24日のクリスマスイブに行われる予定だ。ファンたちは今回の教訓を踏まえ、 飛べがどのような内容で視聴者を引き込むのか期待と不安を抱えている。飛べはこれまでの生配信で視聴者数を着実に伸ばしてきたが、競合番組との同時放送やファンの期待に応えることができるかが鍵となるだろう。飛べ番生配信は期待外れの視聴者数に終わったが、その一方でトークや VTR の内容は好評を博した。競合番組の存在が影響した可能性も考えられるが、 トベは次回の生配信でどのような新しい試みを行うのかが注目されている。ファンの期待に応えつつ、他の番組との競合をどれだけしのぐかがトベの今後の成功に影響するだろう。次回のクリスマスイブの生配信がどのような結果をもたらすのか、ファンたちは今からワクワクしていることだろう。